ランタンに火が灯りました。あのね、自分でランタンの芯作ったじゃないですか。やっぱりね、芯は買わなきゃダメだよ。あのね、あれなんです、やっぱり灯油をね、うまくこう芯が染み込んでいかないと、やっぱ綺麗にこうやって安定しないですね。いやー、芯をね、初めてちゃんと買ったんですけど、やっぱり芯ですね、安定しますね。だいぶ綺麗に安定してる、いい感じですね。ほおずきもつけてみようかな。ほおずきいきます。いい感じ。どうですか、明るい。ちょっとね、風があんまり吹いてないから。いい感じじゃないですか。明るいですね、結構ね。でもね、あの肉眼で見ると結構ね、優しい光っていうか、ちょっと揺らいでる感じちょっとありますね。いいですね。タープの下で焚き火とかってやっぱやっちゃうと、どうしても焚き火のかかっちゃってる上がね、どうしても色がついちゃいますね。あれってどうしたらいいんでしょうね。難しいな。雨の日なんかね、やっぱりタープの下でできればいいんですけどね、どうしても汚れちゃうのがね、嫌なんですよね。だから今回ね、コットンのタープも汚れちゃうんじゃないかなとかって思うんだけど、なんかその辺のね、対策をちょっとやりたいですね。やっぱりでも直火いいですよね。結構涼しくて、いや、まあ今 T シャツじゃなくて、まあ何て言うかな、タンクトップみたいなんで着てるんですけど、今ちょうどいい感じですね。もうちょっと多分まだ8時ぐらいなんですよ。だからこれからどんどん冷えていくと思うんでね。そしたらまあ長袖とトレーナーは一応持ってきてるんで、それを着て寝るけど、シェラフがね、夏用なんですよ。だからどうかな、ちょっと寒いかもしれないですね。まあ、寒くてもね、一応北海道は持ってきてるんですよ。まあ、夏でもね、やっぱりちょっと冷えた時はいるかなと思って2つも持ってきてるんで、まあ、それをね、ちょっと貼ったりして寒ければすればいいかなと思うけど、まあ大丈夫でしょう、多分。まあ、でもいいですよね、焚き火見ながら酒飲めるって、ね、最高ですよね。まあね、動画撮っててあれですよね、まあ、誰かが見てくれてるっていうのはちょっとどっかで感じてはいますけど、それよりもね、結局なんか撮った動画をね、なんか YouTube とかで一番自分が結局見てるんですよね、僕の場合は。なんかやっぱあの時の雰囲気とか、なんかお酒飲んでるこのなんかこう自分の気持ちの感じとかが動画見てて伝わってきて、思い出して、なんかやっぱまたキャンプ行きたくなってくるなっていう風になるんですよね。だからなんか動画撮って、まあ、だから動画撮ってるって感じでもあるんですけど、そういうのがなんかカメラ撮りながらキャンプしてるっていうなんか醍醐味ですよね。それがすごくいいですよね。ぜひね、皆さんもこのグリドルをちょっと買ったらいいと思うな。僕はね、このグリドル買ったのはね、ヤフオクで2000円だったっけ。これだけ背負ってね、山登れたらいいけどね、登った山でね、直火がいいとこだってあんまないだろうからな、やっぱ難しいですよね。でもなんかこの絵的にいいですよね。なんか、まあ、ちょっと巨木丸太をね、横に2つ並べてこうやってますけど、この焚き火ね、本当は石組んだりもしたいんですけどね、ちょっと野営ができればちょっとね、
で石組んでみたいんですけど、まあ、丸太だったらねどこでも多分手に入るっていうか、だいたいキャンプ場行くと木ってねなんか置いてあるから、それをまあ並べればいいだけなんでね、まあ、両端がねちょっともう燃えちゃうんで、まあ、水をちょいちょいかけてます。水をちょいちょいかけるとまあ結構ね持つっていうか大丈夫なんでね、まあ、ただね木がどんどん細くなってくるんで、それだけちょっと気をつけないと、置いてたらなんかフライパンとか鍋とか置いてたらねちょっとガクっていくこともあるかもしれないから、まあ火からはね目を離さないようにしなきゃいけないなとは思うんですけど、まあでもこんな感じでね今日も楽しんでます。炎の揺らぎって何なんですかね。いい、すごくいい。最初の火つけるところからこう火をね育てていく感じがいいですよね。僕もなんかその最初あのなんていうんですかね、マグネシウムスターターですかね、なんか火打ち石、まあああいうので火別につけなくてもよくて、普通にライターとかでねつけて満足してた人なんですけど、焚き火が好きだなと思ってこう行き着いちゃうと結局あそこになるんですよね。焚き火好きは結局なんかああいうのに行き着いちゃうんでしょうねきっとね。動画見てると自分の好きな傾向とかやっぱこれ固まってきて、見てる動画の人たちのなんか寄せていく感じあるじゃないですか、寄せていくっていうかなんか寄っていく感じあるじゃないですか、なんかその人の動画に近くなるようなキャンプをしていくっていうか、まあ僕は誰に似てるのかよくわかんないんですけど、まあでもやっぱり群幕をやってる人たちの動画は結構やっぱ見ちゃいますね僕の場合はね、群幕が好きとかじゃなかったんですけど、焚き火が好きな人イコール群幕好きにつながっていく感じはちょっとあるかなっていうありますね。僕は斧とノコギリをね担いでいきたいですね。あの薪を割るっていうことってなかなかね今の時代日常で行えないですからね。まあ60とか70の人とかはね結構薪割りとか、まあ、家でやってたっていう人も結構いると思うんですよ、田舎の方に行くと。今でもありますしね、うちの親なんかも薪割りをしてたって言ってましたね。でまあ焚き付けとかを、まあ、近くのなんか裏山で、まあ、落ち葉とか小枝とか取ってきて風呂の焚き付けにするんだとかやってたなとか言ってましたけどね。なんか毎日のことだと多分大変だと思うんですよ。で ましてはねちっちゃい時にそういう経験をしてたらね、やっぱり今みたいにね自動でこうスイッチ一つでねお湯が張れるっていうのはすごく便利でいいことだと思うんですけど、僕らもそれが当たり前で育ってるから逆にそういう経験がね、まあ、羨ましいって言ったらなんか軽いんかもしれないけど、もう羨ましいですよね。僕も毎日は嫌だけどやっぱこれで湯沸かしてみたいってちょっと思うもん思いますよね、やっぱキャンプ好きだったらなんかいいじゃないですか、こう家の裏でね自分でこう物で割った薪をねくべながら、まあ、家族なりね入ってる人にねどうとか言いながらね火の加減をしながら会話するってね、食事の団らんとかもあんまり今少ないのに、なんか家族と一緒に過ごす時間っていうのが嫌もなしに増える気がするんですよ。こういう直火に誰かそばにいなきゃいけないし、火の周りにやっぱ人がこう集まっていく感じっていうのは
なんか原始的だけど、なんか人間本来のなんかこう気持ちっていうかね、なんかこの気持ちの状態をなんかこううまく保てるにはいい光っていうかね、いい熱源なんじゃないかなと思うんです。まあちょっと酔ってます。なんかそういう風にね、なんかこう焚き火見つめてるとね、なんかテレビとか見ないから結構考えちゃいますよね。まあ動画撮りながらだから、ちょっとまあ思ったことを喋っていこうっていう感じで結構喋ってますけどね。だいたいまあ僕は動画撮らないときはもう本当そんな喋んないんで、喋らずにずっと火を見つめてますけど、でも結構そういうこと考えますよね。今ジンにですね、このメッツのライチってあるじゃないですか、これを割るのがちょっとねマイブームでして、これがねうまいんですよ。ぜひやってみてください。これうまいっす。おはようございます。今ね6時40分ぐらいでしたね。あーよく眠れました。やっぱりね、これあのこの前のあの畑かごに使ってたあのダノースフェイスのストームブレイクワンなんですよ。それのインナーだけで立てて寝たんですけどね、いやいいですね、これだけでもいいんだな、できるもんですね。すごく快適でよく眠れました。針も入ってこれませんからね。元もね結構ちゃんと見えるから、空も見ながらね寝れて快適でしたね。そろそろ来ますかな。あだいぶ冷えてると思うんでね、ちょっと開けてみたいと思います。ちょっと開けてみたいと思います。いますか。真っ黒、軽いな。お、いいんじゃないか。いいんじゃないですかね。できたと言って良さそうですね。結構炭になっても、破けないもんですね。なってんのかな。わかんない。今度のキャンプでね使ってみたいと思います。ちょっとね朝はね火を使わないものを食べようと思ってますんで、ちょっとね
ソーセージが残ってたんで、これをちょっと食べようかなと思って、今また焚き火始めました。やっぱりそれとね、本来食べようと思ってたのがこれです。じゃん、緑のサバイバルパンツ。実はね、ちょっと家でなんか持ってたやつなんですよ。賞味期限が切れそうなんで、ちょっと食べてます。これ結構ね美味しいですよ。チョコチップ味、これをね食べたいと思います。これ開けてみようか。ここねすごい音するんですよ。爪切っちゃったから引っかからない。あ、音聞こえなかったな、喋ってて。こんな感じでね、マフィンみたいな、マフィンってなんていうの、ちっちゃいカップケーキかな。これがねこんな感じで2つある入ってるんですよ。朝ごはんやる気ないっすね、いつも。まあね、今日はね、紅茶をね飲もうと思って今沸かしてますね。よいしょ。うまい。まあ甘いですからね、ちょっと合わないけど、いただきます。ちょっとね、水分が少ないので、ね、ポロポロこぼれちゃうんですよ。うん、美味しい。やっぱキャンプってこういう防災を兼ねてね、道具持ってったら結構ね、それ担いでいけば避難とかもできますからね。楽しく備える防災って感じで、やっぱキャンプ好きはいいですね。美味しいですね、紅茶。やっぱり私は紅茶派だな。コーヒー好きの人いいと思うんですけどね、キャンプで。僕はね、紅茶が大好きなんですね。家でもね、もう、まあ、今はちょっとスポーツドリンクばっか飲んでますけど、まあね、夏すぎるとね、大体ずっと紅茶です、ね、毎日。香りが最高ですね。まあ、今日のはね、まあ、あんまり高くない、よく売ってるティーパックのやつなんですけど、こだわりのね、ブランドっていうかメーカーっていうかありまして、そこの紅茶をね、好んで飲んでおります。今度はね、もっと一人じゃなくてね、もっと人とキャンプいた時とかはね、そういう紅茶をちょっと朝入れてもいいかなと思いますね。あとまあ自分でブレンドしてるハーブティーとかもね持ってきて飲んでもいいかなと思います。夏ってどうしてもね、あんまりあったかいものなんかちょっと飲まない感じがあるじゃないですか、暑すぎてね。だけどまあこういうとこはまあ結構朝も冷えますからね。今僕もうトレーナーっていうか着てるぐらいちょっと冷え込んだんでね、まあ、トレーナーを着て夏用のシェラフかけてね、もうちょうどいい気温だったんでね。いや、夏キャンプね、虫も思ったほどここには来なかったし良かったですね。あ、それとね、パップテント作ってるじゃないですか。あのパップテントね、ちょっと僕の作ったやつは結構重かったんで、ちょっとまあもうちょっと薄手のね生地で強力なやつがあったんで、それをちょっとそれで作ってみました。まあ今日のねタープと同じ生地なんですけど、結構丈夫で
軽くて、重さ測ったらね、パップテントだけだと 2.6 キロかな、3キロはしないけど、それぐらいの重さでしたね。でちっちゃくまとめることもできるんでね、またそれをね、この動画で紹介するかどうか、ちっちゃく乗せようかなと思いますけど、ちょっとね、それを作ったんですよ。でまあね、欲しいって言ってくださる方がいれば、もう販売しようかなと思って、コツコツね、仕事終わってからとかちょっとやってました。だいぶ慣れましたね、あの作業がね。でね、今回写真ブログとかにも載せたんですけど、前の僕の作ったテントはね、上部がフックが掛けれるとこないんですよ。ランタン引っ掛けるとこがなかったんで、いつもポール、テント内のポールにね、ランタンハンガーなんかかけてそこに載せてたんですけど、もうね、そのまま直接引っ掛けれるように作りました。なので、ね、そこに、ちょっと穴がちっちゃいんで、もしあれだったら S 字フックとかね、そこに取り付けて引っ掛けてもらってもいいかなと思うんですけど、そういうのをね、ちょっと やってみました。で、コットンの生地なんで、撥水加工っていうのはまずしてないです。コットンのテント、風合いがね、あったかくていいですから、ぜひね。喜んでもらえたらなと思うんですけど、片付け終わりました。ちょっと焚き火の跡もね、こうやって一応綺麗にしてます。じゃあそろそろね、9時半か、今裏帰って亀にご飯をあげに帰りたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。ではまた、さよなら。